できるようになると、ここでずれてやめる、ここからパス出すこともできる。アールドグレイストリブル塾の加藤ポチです、今回こちらの動画では小学生年代に必ずやってほしい基礎練習メニューを一つスクールの映像でご紹介させていただきますので、フェイントもなく簡単にできると思いますので、よかったら自主練の参考にしてみてください。まずやり方、ここからドリブルしたらボール越えて越えて追い上げる。 OK、最初のタッチが親指だったのがそうボールに変わっただけ。1、2、3、4、OK。 もう一回いくよ、ゆっくりいきます。右利きの子は右足の小指で運んだらボールでずらす、小指で止める、小指で入って親指でかわしていく、 OK。 1、2、3、4、 4つのタッチで、 OK。 左利きの子は左足からドリブルして、左足からボール、小指、OK。 このリズムでボールを1回、2回、3回、4回、 OK。 合計4回のタッチでこのスペース、狭いスペースをかわしてください。で、この練習ですごい大事なポイントは、まずロールでボールを自分の横のスペースにずらしたら、1回しっかり足を地面につける。で、足踏みを、2回ぐらい、それから1、2、3回目でボール、小指でピタッて止める。そう、ボールをしっかり小指で止めるっていうのが大事。これができるようになると、例えば試合中にボールってさ、相手をこれどうすることができる？そう、動かす、その通り。例えば、じゃあケイタが目の前に相手がいて、ロールすることによって相手は絶対にずれるよね、わかる？だから相手はここでずれるから、ここでずれてやめる、ここからパス出すこともできる。いい、この小指の止め方で、すごい、ゴール前でこうかわしてシュート打てる。後ろ、例えばケイタがこう横にいて、2人目、ディフェンスじゃケイン、相手が2人こうやって来てた時に1人目がこうついてきて、ここで取りに行く、ここに3人目をずらして中に入ることもできるから、このタッチをしっかりできるように。 OK。 ロールっていうのは相手をずらすためにすごい大事な練習なんで、このやり方でやっていこう。ありがとう。左利きの子は自分の右側にロールでずらしたら、左足の小指で止める。で、コーンとコーンの間に小指で入って、小指で止まる。 OK。さっきも言った通り、ロール、小指、小指、ここでスピード最後上げてください。 OK ですか？はい、行きましょう、レッツゴー。